今これがめっちゃ欲しいですね。ドラム式洗濯機なんですけれども、いろいろ YouTube とか見てると出てきますよね。買った方がいいアイテム何選みたいな感じで、ドラム式洗濯機ですみたいな、人生を豊かにするアイテム何選とか、そんな感じで出てくるんですけれども、欲しいなと思ってるんですが、値段見てびっくりして、30万円ぐらいするんですね。めっちゃ高いっすね。私はずっと10年ぐらい同じ洗濯機使ってるんですけれども、もうドラム式に買い替えたくてしょうがないです。これなんかすげえ良さそうですもんね。使ってる人いたらちょっと感想教えてほしいですね。普通の洗濯機とドラム式洗濯機、どんだけ人生の効率が上がってくるのか知りたいんですけれども、もし使ってる方いたらコメントお願いします。はい、ということで今回の動画なんですが、ビーグザムさんの名曲ベスト5という形でお送りします。本題に入る前に、いつもこのチャンネルの動画をご覧いただいている方、本当にありがとうございます。いろいろコメントだったりメッセージだったり励みになります。いろいろ毎回ありがとうございます。まあ引き続き動画は出していこうかなというふうに考えてますんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。では早速いきます。本日もまたまたニトロ各メンバーの楽曲個人的ベスト5を紹介していきます。今回の第5回目なんですが、ビグザムさんでお送りいたします。ビグザムさん、いや存在感が半端ないです。もうドサンコハーコーということで、めちゃくちゃでかいし、もうインパクトめっちゃあります。で、このビグザムさんの今写ってる右の写真があるんですけれども、これ結構やばくて、この中のコメントに、これ2007年の時の写真なんですけど、2007ってあれですね、エアフォースワンが25周年の時だったんですけれども、コメントでも書かれてますね。今年はエアフォースワンイヤーだと思ってるから3週間に1足履き替えて、汚れたら捨てるぐらいのローテーションで履いてる。白は特に汚れが目立つからね。常にフレッシュな状態を保つため、30足前後のストックをどんどん入れ替えていこうと思ってっていう。もう個人的にこれがめちゃくちゃパンチラインで、当時このコメント見た時にビグザムさんやべえと思いましたね。もう汚れたら捨てるくらいのローテーションで履いてるとかって、もうストック30足前後持ってるっていう、やばいっすね。エアフォースワン白、こんだけストックしてる男なかなかいないっすよね。いや、当時衝撃的でした、このコメントは。はい、まあそれは置いといてですね、早速行きたいんですけれども、注意事項なんですが、今回ご紹介するランキングベスト5はあくまで個人的見解となってますんで、そのこのところご了承お願いします。あとは本人名義で発表された楽曲のみを対象としてますんで、100円での楽曲は含みません。その点もご了承ください。それでは行きます。ビグザムさんの名曲ベスト5なんですが、はい、第5位はこれですね。東京ヘッズフィートダボミチョ&ジローということで、もうこれは食らいましたね。当時結構食らいました。この曲のなんかインパクトっていうんですかね、半端じゃなかったです。この楽曲、東京ヘッズはダウンロードのみで販売されてるんで、CD 化はされてないですね。で、ビートがジョー・アイアンさんで、ジョー・アイアンさん結構いろんな日本人のアーティストのビート作ってるんですけれども、あのニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの歩く東京、あれもこの人のビートですね。歩く東京のビートすごい好きで、もうなんか東京感のすんごいほんと出たバチバチのビートなんですけれども、あの感じいいっすよね。で、今回の東京ヘッズも、もう東京のミッドナイト感が出てるようなビートなんで、ぜひ聞いたことないっていう方いたら聞いてほしいですね。はい。もうこの PV、やっぱ見てほしいんですけれども、この池袋とか書いてあるんですが、もうこの曲は本当に東京のいろんな都市のことを歌ってるんで、もういいんすよね。もう東京の各ディストリクト23区歌い上げたフック、もうすごい記憶に残ります。いやー、フックはぜひ、ちょっと私歌いたいですけど、歌下手なんで歌えません。ぜひ曲聴いて確かめてください。はい。で、この曲っていうのは、ビグザムさん曰くライブで盛り上がるっていうのをコンセプトのもと制作されたいい曲みたいですね。ビグザムさんのブログ見ていくと、こういったコメント書かれてますね。とにかく、クラブ現場で書かれる曲、ライブが盛り上がる曲にこだわって制作したと書いてるんで、はい。盛り上がる一曲でございます。私も一回これ生で聴いてみたいですね。東京ヘッズ、まだ聴いたことないです。はい。で、次の曲ですね。ビグザムさんの名曲ベスト4なんですけれども、これでしょうということで、お楽しみはこれから、これですね。お楽しみはこれから、もう、名前がたまんないですね。お楽しみはこれから。やばいっす。これはあれですね。ビグザムさんのウエストサイド、ファーイーストサイドに収録されてる楽曲なんですけれども、もうこの曲のために買ってもいいぐらいですね。お楽しみはこれから。めっちゃ好きっす。もうビートがマジでかっこいいですね。お楽しみはこれからとかなんかちょっとふざけた名前してるんですけど、ふざけたって言ったらめっちゃ失礼なんですが、曲がめちゃくちゃいいですね。ビートめっちゃいいっす。もう板垣さんですもんね。板長さんなんで、もういいんすよね。で、この曲自体すごいアッパーな感じで仕上がってて、結構クラブとかで聴きたいですね。もうめちゃくちゃ、もうそれこそお楽しみはこれからって感じで、なんかオープンしたてぐらいのタイミングでちょっとこの曲聴きたいですね。もう何度もいいんですけど、タイトルがやばくて、お楽しみはこれからってなんだよみたいな、やべえなと思いましたね。曲的になんかふざけた楽曲なのかなとか思ったら聴いたらめっちゃかっこよくて、なんかその時の印象が残ってますね。タイトル、お楽しみはこれからですけど、めっちゃかっこいいっす。
当然自分レコードも持ってますね。お楽しみはこれから、もうこれも見つけたら即買いしてください。はい、で次の楽曲ですね、ビッグザムさんの名曲ベスト3なんですけれども、第3位は Life is Puzzle Feat Big Ron ですね。これ結構ビッグザムさんの中でもかなり有名な楽曲というか、まあ代表曲なのかなっていう感じはするんですけれども、 Life is Puzzle これも結構聴きましたね。なんだったら今この喋ってる直前まで Life is Puzzle 聴いてましたね。はい、もうこれは Life is Puzzle に収録されてます、文字通りって感じですね。もうビッグザムさんがすげえこっちのことに睨んでますけれども、やばいっす。うわ、もうかっこいいっすね、ビッグザムさんのこのファッション、やばいっす。で、ビートはジェリーロールっていう人だったはずです。ごめんなさい、確かこの人だった。ごめんなさい、ビッグザムさんのブログで見たんですけど、ちょっと合ってなかったら申し訳ないですが、これめちゃくちゃいいんですよね、このビートも。めちゃかっこいいです。ね、この曲めっちゃいいのが PV なんですけれども、個人的に上がったのが、まあビッグロンさんとの共演もそうなんですけれども、ビッグザムさんのファッションっすよね、やっぱ。フューチュラリアルストーンカモに、このエアフォースワンのニトロを合わせるっていう。で、これ PV だとちょっと色があんまわかんないですけど、多分あの黒銀の関係者限定なんじゃねえかなっていう感じがしますけれども、ザム様やばいっすね。かっこいいです。この曲は確か僕ライブで見た気がするっすね。渋谷のどこだっけな、昔あった、あの道玄坂上に上がってったところにある、名前忘れたっすね。渋谷なんだっけな。名前が出せないんですけど、なんかそこで出すね、ライブ。思い出に残ってます。はい。この曲もかっこいいんで、ぜひ聴いてください。はい。で、ここで、箸休め的な感じで、小休憩なんですが、ビッグザムさんの個人的思い出って感じで語っていきたいなと思うんですけれども、昔、ビッグザムさんと一回、トイレで遭遇したことがあるんですよ。ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの皆さんのライブが、タワーレコード池袋であったんですね。確か、ニトロキャンプ2010の時の DVD 発売だったかな。ナイトロキャンプ09か。DVD のなんか購入者特典で、ニトロのライブが池袋で見れますみたいなのがあって、その時にタワレコの池袋まで自分見に行ったんですけど、その時が多分私ニトロのライブ見たのが初めてだったっすね。で、その時すげえ一人で行って、めっちゃなんか興奮したんですけれども、興奮して、やべ、便所行っとかねえと思って、ライブの5分前に、トイレ行ったら、なんかすげえでかい人が出てきたんですよね、目の前から。で、あれ?と思って、よく見たら、ビッグザムさんじゃね?ってなって、やべえってなって、ビッグザムさんですよねって言ったら、おお、そうだよみたいな感じで言われて、ちょっと握手してもらっていいっすかって言ったら、おー、でもちょっと待てよ。ちょっと手だけ洗わしてくれって言われて、やべえめっちゃいい人だと思って、ちゃんと手洗ってから握手してくれましたね、ビッグザムさん。もうその時の記憶が鮮明に覚えてますね。いやー、あの時やばかったなーっていう。もうほんと、もう13年前とか14年前ですけど、いやー、あの時の、なんか思い出って未だに本当覚えてるもんだなと思います。で、その時印象的だったのは、あれです。さっきも話ちょっとしたんですけど、ニトロメンバー限定のエアフォースワン黒銀履いてましたね。で、その時も、フューチュラリアルストーンカモを合わせてて、もうほんと色合わせしてて、やべ、かっけえなと思って、いやー、ビッグザムさんマジで、やばいっす、つって応援しますって言って、握手した後、速攻ライブで応援してました。そんな思い出があります。はい。ではまた本題に戻るんですけれども、ビッグザムさんの名曲ベスト2なんですが、第2位は個人的にこれですね。ニュージェネレーション X です。これめっちゃかっこいいんですよね、この曲。ビッグザムさんの楽曲の中で、一番かっこいいのどれって言われたら多分僕はニュージェネレーション X ですね。これは12インチのみに確か入ってたはず。私はこのレコード持ってるんですけれども、曲わかんないでとりあえず買ってみたんですけれども、聴いたらめっちゃかっけえなと思って、何回も聴いちゃってましたね、この曲。すげえ勇気もらえる楽曲ですね。ビートはやっこさんで、もうやっこさんのビートだから、もうやばいんですよね。これ聴いた瞬間に絶頂を迎えるんじゃないかっていうぐらいかっこいい曲ですね。ほんと冗談抜きでこれやばいっす。個人的に超ビッグクラシックな一曲だと思ってて、いや、このビッグザムさんのニュージェネレーション X、ほんと冗談抜きで、やばいんで、これ、ぜひレコード見つけたら買ってほしいです。もう、ザム様ファンはこれ必聴ですね。もうビッグザムさんのファン名乗ってる方で、ニュージェネレーション X 聞いてない人は、もう絶対、それおかしいっす。はい。ということで、最後なんですけれども、ビッグザムさんの楽曲で1位、やっぱ当然、この楽曲でしょうと、私は思ってます。はい。ビッグザムさんの名曲、ベスト1ですね。第1位は、これです。ザ・ビゲスト・フィート・ウォーレン・ジーです。もうこれ以外にありえませんね。もうビッグザムさんって言ったらもうこの曲、もうこれやばいっすよ、本当に。この曲はこれもウエストサイド・ファーイーストサイドに収録されてますけれども、もうビートがだってウォーレン・ジーっすからね。いや、こんなん事件レベルでしょっていう。いや、マジ日本人でウォーレン・ジーとやるっていう、
もうかなり奇跡レベルのことを起こしちゃうビッグザムさん、半端ないっすね。やばいっす。まあこの時はビッグザムさんじゃなくてビッグ Z に名前変えてるんですけれども、ビッグ Z さんやばいっす。ほんとドサンコハーコ西の超スーパースターと共演しちゃうっていう超事件が起きましたね。この時ビッグザムさんは単身アメリカに渡って武者修行されてた時期なんですけれども、もう何年ぐらい行ってたのかちょっとわかんないんですけれども、まあアメリカ行かれてちょっとしばらくしてオレンジと曲やるわけなんですけれども、まあその時の模様が雑誌フォーダブワンでも特集配られてましたね。やばいっすよねこのツーショット。これだってこの雑誌のこれ書いてますもん。ニトロのどでかい最終兵器ビッグ Z がついにメジャーデビューって書いてて、もうついにメジャーデビューでしかもウォーレン G っていう、もう激ヤバっていう感じですね。で、これウォーレン G からオファーもらったみたいっていう風にこれインタビューに書いたんですけど、これウォーレンがお前俺とやんねえかみたいな感じで来て、お金に関してはマネージじゃなくてホーミーとしてファミリーとしてやるよって言ってくれてって言ってるんですよね。やべえなっていう、もうウォーレン G ともうホーミーみたいな関係性おかしいよ、やばすぎるよって感じでございます。でこの時の PV にあの同じ BB インクの CT さん、そして BD さんも参戦してましたね。いやこの時のオフショットもこの雑誌の特集に載ってるんで、ぜひ 4W1 当時のアーカイブ見つけてほしいなというふうに思います。 CT さんも BD さんも自分めっちゃ好きなんですけれども、やばいっすね BB インク間違いないです。でこの時撮影にトラブルが発生したらしいんですけれども、ウォーレン G に恨みを持ってるっていうギャングがなんか急に登場してなんかやばくなったらしいんですが、なんとか無事撮影は終えたらしいですね。なんかそういうところもヒップホップでございます。ということでこのウォーレン G さんとビッグ G さんの曲 The Biggest 味わいなって感じです。はい、以上でございます。どうでしたでしょうか。皆さんの思うビッグザムさんの楽曲ベスト5もぜひ聞かせてほしいです。はい、ということで次のエピソード、ネクストエピソードは水賢さんのベスト5という形でやっていきたいと思います。水賢さんももうその独特のフローというか、あの独特のリズム感もう唯一無二っすよね。めちゃくちゃかっこいいです。はい、ということで恒例の最後に一言なんですけれども、自分のリスペクトしてるパイセンからあのレコードなんか結構たくさんいただいたんですよね。でその中にアフラが入ってて、アフラのこのディフィートめっちゃかっこよかったんですよね。私最初アフラって分かんなくて、誰なんだろうと思って、あっちのビートボックスのアフラなんじゃないかとか考えてたんですけど、ギャングスタファンデーションでしたねアフラ。いや知らなかったのがすげえ恥ずかしいんですけど、アフラのこの曲めちゃくちゃかっこよくて、いやもう2枚目買わなきゃなって感じです。いやー、パイセンありがとうございました。本当にすげえこの曲リピートさせていただいてます。はい、ということで今回の動画は以上です。ありがとうございました。